ワールドハンディキャップシステムはすべての人々が公平にゴルフを楽しめるよう考えられています。年齢、性別、実力、国籍、ゴルフの楽しみ方、ゴルフの経験などの違いは関係ありません。ハンディキャップインデックスを持っていればすべてのプレイヤーが常に自分の実力を把握できます。そしてどこのコースでも自分の目標スコアを目指してプレイできます。 上手でなければハンディキャップは持てないという考えは間違いです。ワールドハンディキャップシステムの目的は、競技ゴルファーかエンジョイゴルファーにかかわらず、とにかくゴルフを楽しんでもらうことです。ハンディキャップインデックスの上限は54.0です。初心者でも長年ゴルフを楽しんでいる方も、ハンディキャップインデックスを取得でき、楽しく公平にプレーすることができます。 初めてハンディキャップインデックスを取得するには3枚の提出可能なスコアをハンディキャップ規則に従って提出するだけです。提出するスコアは18ホールのスコアでも9ホールのスコアの組み合わせでも構いません。ハンディキャップ規則はプレーのペースアップにも役立ちます。ホールスコアの上限に達した場合や団体戦、マッチプレイ形式などでは球をピックアップして先に進みましょう。 ラウンド終了後、すぐにスコアを提出することで、ハンディキャップインデックスは翌日に更新されます。これにより、自分の上達具合がすぐにわかります。ハンディキャップインデックスが、プレイヤーの本当の実力を反映するために、正しい計算をしなければなりません。例えば、一時的にゴルフの調子が悪くても、ハンディキャップインデックスは急激に増えません。一方、 急速に実力が上達した場合には、例外的なスコアによる追加の低減調整を適用します。プレイヤーのスコアは仲間のゴルファーによって証明されなければなりません。もしスコア提出を怠った場合は、スコア記録にペナルティースコアが適用されることがあります。ゴルフクラブとハンディキャップ委員会は、新規ゴルファーを迎え入れたり、ハンディキャップを管理する上で重要な役割を担っています。 ハンディキャップレンジ別の競技を開催したり、スクラッチ部門とハンディキャップ部門で順位を分けたりすれば、あらゆる実力のプレイヤーが競技の醍醐味を味わうことができます。ハンディキャップ委員会は少なくとも年に1回、ハンディキャップがプレイヤーの実力を正しく反映しているかどうか検証します。このような仕組みによってゲームの公正さを守るとともに、競技で優勝を目指すプレイヤーにとっても、 初めてのラウンドを楽しむプレイヤーにとっても、誰にでも役立つシステムを提供します。